ブリストルシティの FW ・平川優が8月31日のダービーカウンティ戦でチャンピオンシップ、A2 部総統、デビューを果たした。短い出場時間ではあったが、指揮官の期待を高めたようだ。町田ゼルビアからのレンタル移籍で加入した平川はパリオリンピックでの負傷が影響し、開幕2試合は欠場を強いられていた。それでも第3節のダービー戦で初のメンバー入りを果たすと、 後半38分に出番が訪れた。データサイト、ソファスコアによると9本のパスを出して成功率は78%を記録。ただ試合は0対3の敗戦となった。リアム・マニング監督はクラブオーンドメディアのロビンズ TV を通じて、ここまでの試合で見てきたように交代の勢いが試合を混乱させることもあれば、助けになることもある。でも、今日は、 優が入ってきて彼の持ち味の片鱗をいくつか見せてくれたと思う、と話し、プレイぶりにポジティブな印象を抱いたことを示した。指揮官は続けて平川のストロングポイントとして、1対1、デュエル、走り、深い位置での脅威、を上げ、面白い選手になるだろう、と期待を寄せている。